キャッツキル・アケダクト・ニューヨーク州南部のアルスター郡にて撮影。キャッツキル・アケダクトは、キャッツキル山地の阿諸館貯水池からニューヨーク市まで水道水を供給するためのトンネル構造の上水道導水路である。全長 147.2km で世界一長いトンネルである。ニューヨーク市への水道水供給の40%以上を担う。 建設は1907年に始まり、同水路は1916年に完成した。3つのダムと67のシャフトを含む、キャッツキル水道システム全体は1924年に完成した。この水道システム全体の総工費は1億7700万ドルであった。32マイルの区間は、技術者のフランク・ E ・ウィンザーが建設を監督した。 導水路の全長は163マイルで、55マイルの改作導水路、28マイル以上のグレードトンネル、35マイルの圧力トンネル、6マイルの鉄のサイフォン、そして39マイルのコンジットで構成されている。67のシャフトは174フィートから1187フィートまで、用途に応じて深さを変えることができる。水は重力によって、 この導水路を約4フィート毎秒の速さで流れる。給水能力は、ケンシ湖貯水池より、北の区間では1日あたり約5億5千万メートルガロン、さらに南のヒルビュー貯水池までの区間は1日あたり8億8千万メートルガロンである。平均では1日あたり約3億5千万4億メートルガロンの水を運んでいる。キャッツキルアケダクトは、 ニューヨーク市から約92マイル北にある、アルスター郡のアショカン貯水池を起点に、南東へ流れ、アルスター郡、オレンジ郡、そしてパットナム郡を通過する。アショカン貯水池には、スカハリー貯水池からもシャンデー郡トンネルを16マイル及びエソプス川を11マイル通って、水が流れ込んでいる。そしてウエストチェスター郡に入り、ケンシコ貯水池へ流れいる。この貯水池には、 デラウェアアーケダクトからも水が流れ込んでいる。さらにこの貯水池から流れ出て、ヒルビュー貯水池まで流れ込む。この貯水池から、シティトンネル1及び2を通って、ニューヨーク市に水道水を供給する。ありがとうございます。